参加して注目を集めたロサンゼルス出身のソロシンガーなんですが、実は4年前にジャネット・ジャクソンさんのプロモーションビデオにダンサーとして出演したこともあるんですよね。これジャネット・ジャクソンのプロモーションビデオに参加するにはどこに電話したらいいんですかね。これいやそれがね、もうね、ダンサーとしてって言うとね、すごい大げさだからね、皆さん、ダンサーっていうよりもちょっとしか出てなかったんですよ、撮ったのに。はい、もう3日間かけてプロモーションビデオ撮ったのに、出てるのはもうその瞬間だからとりあえず3日間かけて、はい、これ申し込むの、なんか応募があったの。いや、たまたま学校の友達がなんかオーディション、ジャネットのオーディションがあるから一緒に行くって言って、まあ英語でだけど、そう一緒に行くって言って、あ、行く行くって言って、意外といっぱい来てるんだ、じゃあ相当。そうですね、結構何百人って来て、そのうちの、それでそのうちの結構何十人選ばれて、そう、結構パーティーみたいな感じでしてる時にのビデオだったから。そうです、はあ、ああいうのギャラっつうのは出るの。はい、そうですね、はい、ちょっと出ました。ジャネット・ジャクソンにちょっと話しかけたらなんかできないの。いやー、すぐね、カットって言ったらすぐ隠れちゃうんですけど。あ、そう。なんかだけどこう手振って、はいって言ったら、うん、はいみたいな感じで、だからやばいとか思いますよね。そうそうそう兄貴どうなのよとか聞けないんだろうね。やばいですね、はい、もうそれはやばいっすよ。やばいか、はい。